Akabe Soft 2. Thank you.
それは分かっているんですが、ニュースで事故のことを聞きまして、それは。 ゴンゾウさんの手のものも寄りつけないと思いまして、ですから浅井さんに会いたくなって。
すみません。アザイさんは同情なんて大嫌いだと思いましたが、はい、好きだからです。 朝早くに済みませんね。親父があなたの首をご所望です。聞けば坊ちゃんこそが魔王だったそうじゃないですか。おやおや、しらばっくれてもダメですよ。あのアイスアリーナの一件でほとんど黒だったんですか。坊ちゃんには いくら電話しても繋がらなかったじゃないですか。またまた、やめてくださいよ。つい昨日のことですがね。つい先日まで、アザイという名の相談役を飼っていたそうなんです。若くて、頭が切れて、まるで坊ちゃんにそっくり だったそうですよ。認めるんですね。まるで顔つきが変わりましたね、坊ちゃん。それがあんたの本性ってわけです。詫びの一言でもあれば、手前が承っておりますよ。坊ちゃんは、お父さんに拾われてここまでなれたんじゃないですか。 何もありませんか。何ですか、坊ちゃん。まさかアクション映画の主人公みたいにうちらに逆襲できるとでも思ってるんですか。 ただ。<笑>そうですね。<笑>中身の現ナマも回収させてもらいますね。じゃあ、それを開けてもらいましょうか。 坊ちゃんはなかなか交渉上手ですね。で、そいつでこの場を見逃してもらおうっていう腹でしょ。ダメですわ。本当に憎たらしい子だな。往生際が悪いんだよ、このガキは。 なんだと?
こりゃ一本取られましたね。わかりました。で、坊ちゃん、この5000のうちいかほど包んでもらえるんですかね。なんか久しぶりだね。元気かな。学園来ないのかな。はるちゃんも、みずはちゃんも、ゆきさんも来てなくて。何かあったの？まあ、元気ならいいや。そのうち学園にも来てね。どうしたの？うん、何の変わりもないよ。何が？浅井くんはよくしてくれたじゃない。死人の匂いが強くなったな、宇佐美春。ユキから聞き出した魔王の情報は全てお話します。ですからユキに手を出さないでいただけませんか。ユキが許されるのであれば、私はどうされても構いません。時田の娘についてはひとまず置く。魔王の情報などもはや必要ない。と、お前も知っての通り、京介こそが魔王だ。京介は精神科医にかかっている。話を聞いたところ、奴はどうやら心因性健忘症という病にかかっている。それはどういう。脳の組織に異常が生じ、突然過去の記憶がなくなったり、部分的に空白になる非常に珍しい疾患だ。そんな、それは何が原因で。ストレスの積み重ねだ。そしてストレスがあっても外に出せず、感情を押し殺すようなタイプに起こりうるという。浅井さんは、京介くんは魔王じゃありません。
お前は過去において京介と接点がある。よくご存知で。ついていたか。はい。京介はあの時は。そうか、そうか。いけれども、いけれども、道は氷河なり。人のせいに四季はなく、ただ冬の荒野があるのみ。流れ出た血と涙は拭わずともいずれ凍りつく。京介よ、のこのこと現れれば死ぬぞ。あの、人のうちに残っている動物的な性質にこそ起源がある。復讐に救いを求め、救いに悪をなさんとする貴様は多からず己が悪行の愚さを知るだろう。
笑おう。盛大に